いえ、お宝部です。うわーしょいっていうわけでございまして、ちょっと本日はですね、ライブ配信の日なんですけど、ちょっと理由、ちょっと予定があって、ちょっと今日ライブ配信できず普通の動画になってしまっております。申し訳ないです。すいません、楽しみにしていただいた方本当に申し訳ないです。なのでこの後普通にちょっと動画が流れるので、それをちょっと見ていただきたいなって思ってるのと、っていうのと、っていうのと、一つご報告がございまして、つい先ほどこちらのお部屋でとある方々が来られて、なんと明日ですね、毎週月曜日から金曜日朝8時から TBS さんから放送のビビットに宝部が出演させていただきます。いや出演っていうか、ちょっとだけなんかインタビューみたいなのを受けて、まあ尺とかどのくらい映るかどうか全然わからんし、本当にちょっとやと思っちゃけど、もしで出るので、ビビット見てくださってる皆さん、ぜひ見てくださいっていう感じの動画でございます。それではこの後ですね、おじさんがもう本当に頑張って、ね、もう年なのに頑張ってる動画が流れるので、ぜひ最後まで見てくださったら嬉しいなと思っております。それではどうぞ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 、あれ行かない、どうぞ、あれ編集中の宝部さん、どうぞ、もしもし、編集中の宝部さん、もうここだよ、ここだよ、ここで行っていいよ、ほら行くんだよ、ほら行けっつってんだろ、ガヤンマくんね。あっイエーウォー宝部です、わっしょいってわけで、あっぷ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 、くしゃみでそう、イエーウォー宝部です、わっしょいってわけでございまして、皆様えい、お家でございます。部屋を掃除してたんですけど、で、かぶり物が出てきまして、宝部と、お前はもう31なんやぞと、どうしてこんなにも君はそのかぶり物があるのかねと、ちょっと皆さんに見てもらおうかなと思って今こうやって動画を回してるんです。31にもなってこんなにもかぶり物がある男ってどう思います？どうよ、どうなのそれって。かぶりたいかね、そんなに。そんなにかぶりたいかね。いや、俺思っちゃう。ハロウィンパーティーはいいと思った？いや、めちゃくちゃ気合い入れとるけんね。本当に。結構、ほら、出るかな？ほい、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 ほい。出たかな？出た？どのくらいある？結構ね、いろんなハロウィンパーティーの時のなんか、ね、服装とかしとっちゃけど、かぶりもんって、しかもそのかぶりもんはさ、やっぱその、これはね、ディズニーだい？で、これはユニバやろ？で、ディズニーやろ？で、ディズニー。で、いただき物、視聴者様からのいただき物と、あとこれはアメリカで。これに関してはもうなんで買ったかわからないよね。これはわかるよ。一緒に買おうっていう人がおるけん。買ったのはわかるけど、これはなん？これ買う必要ないやん、100%。ど？何これ？需要あるかね？ 30 を超えたおじさんの被り物、需要あるかね？って思ってね。ちょっと自分でも謎になったけん、ちょっと今動画を回しよっちゃう。こいつらは需要あるのかね。とりあえず被ろうかなって思ってます。じゃあまずどれから被ろうか。じゃあまずこれね、これもね結構被っとった。これはユニバーやけん3年前ぐらいに買ったっちゃんね。これピンクパンサーこれ最後までついてこれる？君たちはこの絵面ついてこいよ。ちゃんと最後まで見てね。最後に何番目に被ったのは何でしょうってクイズ出すけんね。コメントしてね、それ。じゃあ2番目はこれですね。ディズニーで一番最初に買った帽子はこいつですね。こいつです。グーフィー可愛いよね。ここがいいよね。ここが可愛くないってこれだからおじさんがその可愛いっていうのにな。おい、これ誰得や。ディズニーつながりでこれかぶりましょうかね。これ次ドナルドですね。ドナルドがもう僕大好きなんです。可愛いっすよねで、この後ろのね、見えてるかな、これ、この俺こいつがね、やっぱ可愛いけんね。これはお気に入りですあとこれ視聴者の方からいただきましたね。これタイポンもかぶっとったよね。これマンウィズみたいやね。これね、マンウィズっぽいよね。なんか狼やけんね。なんかこいつは有名なやつな。こいつは有名なやつと、メイドインチャイナ、うん、有名だ。大量生産しとる絶対。ほんでじゃあ続きまして、じゃあこいついきましょうかね。こいつに至っては見てください、これがまだついたまんまやから。
一度も被ってない。しかもこれね、子供用なんよ。でも本当はね、これね、実は買った理由があるっちゃ。スノボをするときにこれでね、滑りたいなって思ったけん買ったと、これを。けど、スノボ行ってないったい。バリもったいなくない？やけん、スノボ行くときまでに俺はこれは取っとくよ。じゃあ続きまして、こいつですね。やばいよ。俺これ飛べると思っちゃう。頑張ったら。タケコプター的な要素があると思っちゃうね、こいつ。でもこれで飛ぶためには多分もう虫並みのその、速さじゃないと飛べんけ。何を話しようとかやの、さっきから。じゃあこれですね。視聴者の方からいただいたこちら。ラクちゃんも、かぶっとったっすね。サメロックの時に出会ったロゴとかを書いてたラクちゃんがこれをこれいつかぶるん？今やね、今やろ。いつかぶるかっつったら今っちゃろうね。あー、やけんかぶっとっちゃろうね。あー、脱ぐ時はここやろね。脱ぐ時はここ。テコがやっぱり光っとるね。さて、ラストです。オズワルド。こいつはね、悲しいストーリーがあるの知ってます？オズワルド。最近ディズニーランドに出てきたやろ？でも、もともとはその初期のディズニーのキャラクターなんよ。ディズニーというか、まあ、ウォルト・ディズニーが初期に作った、なんだ？キャラクター？ちょっとうろ覚えっちゃけど、前入ってた会社の時に、ウォルト・ディズニーがこのね、オズワルドをね、作ったった？で、これを、それでなんか、で、すごい人気が出てきた時に、こいつの権利を会社に持っていかれたんよ。えけ、ウォルト・ディズニーはこいつを書くっていう権利がなかったんよね。で、それでもう本当にね、ああ、もう悲しいってなった時に、それで、その、オズワルドじゃないキャラクターを考えたのよ。それが、ミッキーマウス。だから初期はこいつなんよ。で、多分それがその版権が多分その権利がなくなった、もしくは権利が戻ってきたってことで最近ディズニーランドにこいつが帰ってきたのよね。こいつね、めっちゃ可愛いっちゃん。こいつのアニメもね、楽しいっちゃん。面白いと、このアニメも。ただこれちょっとね、重たいったい？重たいけどちょっと降りてくるとって。ただこれのよ、買ったところでよ、いつかぶるん？いつかぶるん？君たちはいつかぶるんですかっていうことで動画にしてやりました。よっしゃー、使い道があったぜー。さあ、というわけでございまして、最後までオチの見えない動画を見ていただきまして誠にありがとうございます。さて、ここで問題でございますよ。皆様、ここで問題でございます。宝部領事が、5個あったっけ。5個あったよね。5個あって、じゃないかもしれんけど、4番目にかぶった帽子は何の帽子だったでしょうか。皆様ぜひ下にコメントをしてください。コメントをしてくださった方には漏れなく宝部が拍手します。一人ずつ拍手しますので、コメントお待ちしております。以上、宝部領事の Vlog でございました。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、ザイチェン、アディオース、バイバーイ。